皆さんこんにちは。札幌のアークテリクス専門店 FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の丹蔵です。こんにちは。ここ札幌のアークテリクス専門店 FLHQ は少しずつですがアークテリクスの新作商品が入荷しています。今回入荷したのはガンマ MX ジャケットとアトムフーディーです。そしていよいよベータ LT ジャケットなどもこれから入荷すると。それに合わせて FLHQ の店内レイアウトを変更いたしましたので、どうぞさっとご覧いただいて、で動画後半は今私が着ているアークテリクスガンマ MX ジャケットメンズブラックカラーのサイズ違いを私が着てフィット感の違いを確認していただきたいと。通常 S サイズをフィッティングしてご紹介しているんですが、今私が着ているのはエクストラスモールサイズ。どうですか？タイトフィットに着るなら身長174センチ、体重65キロ、胸囲100、ウエスト80で XS はいけるんです。あ、いいですね、ではさあ本日の FLHQ 店内ご確認ください。そして実際に品物があります。ウィメンのアトムジャケット、ニュークレイパーカー、コンシール15バックパック、ロー LT フーディースカイラインロングスリーブシャツはまだ L サイズエクストララージございます。ロー LT フーディー、以前ストライカフーディーというネーミングで出ています。でモータースクルーも入っています。どうでしょうか。ベータインシュレーテッドジャケット、こちらはウィメンズモデルでスモールサイズミディアムサイズ、今期販売価格は101,200円、税込み。ゴアテックスにコアロフト化繊中綿を封入し、サイドベンチレーションで熱の排出もコントロール、州のバードロゴでウィメンズモデル。そしてまだあります、ガンマ MX ジャケット、 M サイズと L サイズがあります。そしてこちらはアトムフーディーエクストラスモールスモールエクストララージ、あ、これありますね。またクレッタルムーセンのウィンターパンツ、ウィンタージャケット、これいいんですよ。スカーナー11万、税込み。スノージャケットです、これはアトレ11万、いいですね。ブラーゲジャケットの新色、バックカントリーモデルのヨクールもあります。ローバラクラバ、ローライトウェイトウールトックですね。ティラックポートニックシリーズ、ブレードジャケット、ピグミージャケット、カウジャケットは XS だだ M、なんと今季は L サイズまで、こちらのカウジャケットご用意があります。ラージサイズでシベリア、ヤマトミ UL オールウェザーコート、これもしっかりサイズカラーがご用意があります。ヤマトミチはフロアメイン
しっかりとしたボリュームでご用意があります。ミニトゥエルムカラー、ブラックカラー、マスタードカラー、グレイカラー、3メッシュ L サイズ、3ジップ L サイズ、3メッシュ M サイズご用意がございます。ローローマウンテンワークス、これもね新作待ってます。クレッタルムーセンのバックパックも盛りだくさんで、これからもう少しレイアウトをしっかりと作り込んで皆様をお待ち申し上げます。ティラックレイブンフーディーポーラテックパワーストレッチプロ、このジッパーのないデザインがいいんですね。ポケットの上質なフリースです。クレッタルムーセンもしっかりと入荷しています。 OMM アキュラックス TR ゴアテックスウィメン 1.23.5 はまだあります。あとはミッドカットのエアリオスミッド、アークテリクスガンマ MX ジャケット、スタンドカラーの秋冬シーズンのソフトシェルジャケットです。ガンマシリーズのネーミングはソフトシェルジャケットに付けられ、こちらは微細な裏肝ですね。フロント側は滑りの良いメッシュ、縫製の裏側は処理されています。今回動画では私のボディは身長174センチ、体重65キロ、胸囲100、ウエスト80で、今着用したサイズが S サイズです。身長174センチ、体重65キロでジャストフィットで S ですね。まず袖の長さ、こう一番突っ張った時でも手首に収まります。こちらがM サイズです。少しゆったりとした形で綺麗ですね。フロントジッパーを締めています。ジッパーを上まで上げて、余裕はありますがこの暖気の抜けはありますね。アウトドアのフィッティングではこの上に中綿を着たりシェルを着るとこう要は圧迫されてかえってこう生地のよれを生じてしまうぐらいの余裕。ただシルエット的にはどうなんですか、あくまでもカジュアルに着たいという方であればこれぐらいのスタンドカラーの立つシルエットなんかは綺麗かもしれませんね。アークテリクスのガンマシリーズ特徴であるのは、はい、ジッパーは一つ下からは開かないですから、まあフロントのね、ボトムが開くか開かないかはお好みは分かれるところだと思います。サイドポケットはジッパーはこう見えていますね。中はフロントと同じメッシュ素材で滑りがいい。表生地の起毛とメッシュが合わさっているので手の方にも適しています。いかがだったでしょうか。これから今月末ギリギリ入荷がありますので乞うご期待でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。